BAR はかつて存在したイギリスの F1 コンストラクター。1999年から2005年まで海一世界選手権に参戦した。当初はチーム名をバーもしくは BAR と表記される場合もある。2005年末にホンダ技研工業がチームの全株式を取得したため2006年よりコンストラクターとして 海一参戦を再開したホンダ海一に移行したジャック・ビル・ヌーブチーム発足への流れはジャック・ビル・ヌーブがカートでチャンピオンを獲得した1995年に始まるビル・ヌーブの個人マネージャーを務めていたクレーグ・ポロックとビル・ヌーブが所属するチームグリーンにシーシを供給していたレーナードプレイヤーズブランドでチームを支援していたインペリアルタバコの営業部長 トム・モザーの間で、会一チームを設立する意見が交わされた。1996年、モザーが、ブリティッシュ・アメリカンタバコのスポンサーシップ総責任者に就任し、資金提供を約束したことで、プロジェクトは実現に向けて動き出す。1997年11月、ポロックは、資金難にあったティレルを買収することを発表。1998年は、 ティレルのままで参戦し、翌1999年からチーム名をブリティッシュアメリカンレーシングに変更した。バット、ポロック、レバットが5年間で3億 US ドルという巨額の予算を計上し、レーナードが写真設計を担当した。チームはティレルの施設やスタッフを引き継がず、シルバーストン近郊のブラックリーに新ファクトリーをエースドライバーには、 当然のことながら1997年の F1、チャンピオートドライバーであるビルヌーブを迎えた。チームビルヌーブとも言える誕生経緯、以前から噂されていた、レーナードの F1 進出の実現、世界第2位のタバコメーカーの全面支援など、チーム発足当初から話題性にはこと書か,かなかった。一方、初年度から優勝を狙う、という宣言やマシンのカラーリング問題など、 ルーキーチームらしからぬ態度が批判や抽象を招くことになった。体制構築に際しては、経験値や開発時間などの既存のチームとの差を埋める方法を模索したが、進行チームとしての苦労が伴った。参戦者年度は、レーナードのマルコム・オースラーを中心に設計された001 2、ルノーのカスタマー仕様である、スーパーテック V10 エンジンを搭載。 元海一チャンピオンのビルヌーブと元国際0参0選手権チャンピオンのリカルド・ゾンタがレギュラードライバー、パトリック・ル・マリエがテストドライバーという体制で出発した。1999年はチーム力、マシン性能などあらゆる面で海一の厳しさを学ぶシーズンとなった。レーナードはホーミュラカー・コンストラクターとして参戦したすべてのカテゴリーで初戦に優勝するという。 デビューウィン伝説を誇っていたが、両半ャシート位一マシンでは、勝手が違った。また、1997年のルノーワークスエンジン最終型をモディファイした、実質2年落ちのスーパーテックエンジンは、技術革新のスピードが速い、位一の世界ではすでに競争力を失っていた。ドライバーは、エンジンのパワー不足や振動などの問題を指摘し、運転しにくい上に車体に負担がかかり、 様々な悪い影響が出ていると語った。エースドライバーのビルヌーブは予選トップ12ななど食い込んでみせたものの、開幕戦から11レース連続リタイアという不名誉な新記録を残してしまった。ゾンタは、会一デビュー2戦目のブラジル GP で負傷し、続く3戦を欠場。この間、会一浪人中のミカサロが大役出場し、サンマ割の GP で記録した7位が、 チームの年間最高成績となったベルギー GP 予選ではゾンタ、ビルヌーブとも超高速コーナーオールージュで相次いで大クラッシュを喫しマシンを大破させたシーズンを通じてマシンの信頼性不足に悩まされ続け2台で合計31回出走したうち乾燥扱いは10回しかなかった優勝どころか年間通じて1ポイントも獲得できず 資金難にあえぐミナルディにさえ遅れを取り、コンストラクターズランキング再開に甘んじた。ホンダエンジンを搭載した例例に2年目となる2000年は、スーパーテックとのカスタマー契約を解消し、下一代3期活動を開始するホンダから、ワークスエンジンの供給を受けることになった。ホンダは当初予定していた、フルコンストラクターとしての参戦計画を撤回し、 車体の共同開発まで関与できるパートナーとしてバーを選んだ。ドライバーラインナップは前年と変わらず、ダレン・マニングがテストドライバーに加わった。開幕戦は2台揃ってポイントを獲得。ビル・ヌーブは予選でトップ10内に定着し、決勝では4位4回を含めて7戦で入賞した。シーズン合計20ポイントを獲得し、コンストラクターズランキングは5位に浮上した。 レイ,レイさんをカル、ビルヌーブ三年目となる2001年は、リカルド・ゾンタに改善年、マクラーレンのテストドライバーとして高い評価を得ていた、オリビエ・パニスを獲得した。また、イギリス海産選手権に参戦中のアンソニー・デビット・ソンと佐藤拓馬をテストドライバーに加えた。第5戦スペイン GP ではビルヌーブがチーム初の表彰台3位を獲得し、 第12戦ドイツ GP でも3位に入ったものの、全体としてチームの成績は低迷した。年間獲得ポイントは前年を下回る17ポイント、コンストラクターズランキングは6位でシーズンを終えた。他方、ホンダはこの年からエンジン供給先を2チームに拡大し、ジョーダンにもカスタマー契約で同スペックのエンジンを供給した。結果を求めるエンジンメーカーとチームの間に思考利を残し、 共同開発に影響を及ぼすことになった。4年目の2002年は開幕前から激震に見舞われる。2001年12月にポロックがチーム代表を辞任し、代わってスバルの WRC 活動を統率してきたプロドライブの会長デビット・リチャーズが新代表に就任した。またシーズン開幕後の2002年3月末には経営難に陥っていたレーナードが倒産し、 バーー設者のうちバットを除く2社がチームを去ることになった。ドライバーは、ビルヌーブとパニスを継続したが、ボロックの離脱で、ビルヌーブの地位は安泰ではなくなった。テストドライバーは、ジョーダンのレギュラーシートを獲得した佐藤に代わり、フランス海産チャンピオンの福田亮が加入した。2001年に、ウィリアムズから加入したジェフウィリスが、開発責任者となったが、 体制刷新の効果はすぐには現れなかった。入賞わずか4回、獲得ポイントは7点にまで落ち込み、コンストラクターズランキングは8位に転落した。ホンダは、ジョーダンとの3年契約を1年残して打ち切り、BAR とのパートナーシップを2004年末まで延長して、チーム運営により深く関わることになった。例々のオーカル、ビルヌーブ2003年のシーズン開幕前に、チーム名称を、 ブリティッシュ・アメリカン・レーシングから BAR に変更。ドライバーはオリビー・バニスに代わり、ルノーからジェンソン・バトンが加入した。また、ジョーダンのシートを失った佐藤を再びテストドライバーとして迎えた。ウィリースが手掛けた新車零零後は空力面で進歩し、ブリジストンタイヤとのマッチングに悩まされたものの、中段争いではそこそこの戦闘力を発揮した。 バトンがコンスタントに結果を残して、ルノー時代のスランプを払拭する一方、ビルヌーブは、リチャーズとの関係が悪化し、高額のサラリーがネックとなって、契約延長交渉が難航した。最終戦日本 GP 開催直前には、翌年からビルヌーブに変わり、佐藤がレギュラードライバーに昇格することが発表され、ビルヌーブは、急遽参戦を取りやめることになった。佐藤は、前田しげ、 レースに出場し、バトンと共にポイントを獲得。コンストラクターズポイントを26点に伸ばし、ザウバーを抜いて、ランキング5位を獲得した。アメリカ GP で3位表彰台を獲得した佐藤。マシンは0062004年シーズンは、佐藤がビルヌーブに代わって、レギュラードライバーに昇格し、バトンとコンビを組む。金曜日のフリー走行では、 アンソニー・デビッドソンが3代目のマシンをドライブした。この年は参戦初年度から契約してきたブリジストンに変えてミッシュランタイヤを装着し、フリー走行のサードカールールを活用してタイヤ性能をうまく引き出した。バトンは自身初を含めて10度の表彰台を獲得し、サンマ割の GP ではチーム初のボールポジションとチーム歴代最高位の2位を獲得した。 佐藤もアメリカ GP で日本人14年ぶりとなる3位表彰台を得たほか、ヨーロッパ GP の予選でフロントロー2位を獲得するなどを検討した。マクラーレン、ウィリアムズなどの名門チームの不調もあり、終盤戦には調子を落としたルノーを振り切り、コンストラクターズランキング2位で大躍進のシーズンを終えた。しかし、シーズン中盤のドイツ GP 直後に、 バトンがウィリアムズへの移籍を突然発表。これに対してチーム側は当該契約は無効であるとして契約承認委員会に審査を申し立てる事態となった。結局、ブラジル GP 直前に BAR 側の言い分が認められ、バトンは2005年もチームに残留した。国際的なタバコ広告禁止運動の影響で、バットの F1 撤退が囁かれるようになり、 チームの処遇に関するバットとホンダの動向が注目された。ホンダは7月にエンジン供給契約を2007年末まで延長することに合意し、シーズン終了後の11月19日には、ホンダ技研工業が BAR に資本参加することが決定した。バットが55%、ホンダが45%を出資して、バーリミテッドを設立し、バーチームを取得する形となる。 また、同時にプロドライブとバットンの提携が解消され、リチャーズらはチームを去った、007オカルバートンチームを去ったデビット・リチャーズの後継として、プロドライブのニック・フライがチーム CEO に就任。また、サンマリの GP からは元インディカードライバーのジルド、フェランをスポーティングディレクターとして招聘した。BAR は2004年シーズン開幕前と同様に、 前年型シャーシに2005年用パーツを組み込んだハイブリッドマシンで投機テストに臨んだが前年ほど高タイムを連発ということはなかった。開幕後もマシンの熟成は十分でなく開幕戦のオーストラリア GP から第3戦バーレーン GP まで1ポイントすら獲得できないという事態に陥ったカタロニアポールリカールのテストで非公式コースレコードタイムを更新して 迎えた第4戦3割の GP ではバトンが3位、佐藤は5位でフィニッシュし、前年の競争力が復活したように見えた。しかしレース終了後の車検で、重量規定違反を問われて、失格となり、獲得した10ポイントを剥奪されたばかりでなく、第5戦スペイン GP、第6戦モナコ GP も出場停止処分が下された。このように前半戦は、三端たる成績であったが、バトンが、 第8戦カナダ GP でポールポジションを獲得、第10戦フランス GP から最終戦、中国 GP まで10戦連続ポイント獲得と、後半戦では見事に復調した。これに対して、佐藤は不信を極め、年間でハンガリー GP での1ポイントのみしか獲得できなかった。コンストラクターズ年間順位は6位。この間、前年から引きずってきたバトンとの契約問題は、 ウィリアムズ側が一貫して保有権を主張するも2005年のウィリアムズのパフォーマンスの低さを見たバトンが一転して残留を望んだことから依然として解決しないままの状態が続いたチームはバトン移籍という事態へのリスク管理のためルーベンスバリチェロと2006年のドライバー契約を結んだ9月末のブラジル GP 直前バトンがウィリアムズへ違約金を払うことで 契約解除を勝ち取り、2006年もチームに残留することが決まったが、結果的にバトンの離脱を前提に交渉していた佐藤がチームを去ることになった。一方ヨーロッパではタバコ広告規制の強化が進み、ハンガリー GP の決勝日以降はタバコ広告が禁止されていない国のレースであっても、ヨーロッパでテレビ放映されれば違反に問われるという話が囁かれた。 こうした流れを受け、バットはチーム運営から降りることを決断し、10月4日にバー、リミテッドの株式持ち分55%すべてをホンダに売却した。バーチームを取得したホンダは、翌年から自社名義のフルワークスチームに変更して参戦することを発表。これにより、BAR の7年間の F1 活動に終止符が打たれることとなった。 チーム名ブリティッシュアメリカンレーシングという名称は、親会社ブリティッシュ、アメリカンタバコと同一性を持たせることで、将来のタバコ広告規制を交わす目論みがあったと言われている。インターネット上の公式サイトも当初は www.、w w w b r i t i s h a m e r i c a n r a c i n g c o m というアドレスだった。当初は、フルネームにこだわる傾向があったようで、 2000年には、ラッキーストライク・レイナード・ブリティッシュ、アメリカン・レーシング・バー・ホンダという名称でエントリーした。あまりにも長すぎたためか、2001年はバーを省いて、ラッキーストライク・レイナード・ブリティッシュ、アメリカン・レーシング・ホンダ。2002年の、レイナード・倒産後は、ラッキー・ストライク・ブリティッシュ、アメリカン・レーシング・ホンダとした。2003年からチーム名を、コンストラクター名の BAR に合わせ、 ラッキーストライク BAR ホンダの名前でエントリーした2つのカラーリング001のカラーリング007の中国 GP 限定555カラー参戦初年度の1999年1月に行われた新車発表会で BAR の2台のマシンはラッキーストライクとステートエクスプレス555というバットの2つの異なるタバコブランドのカラーリングに 塗り分けられて登場したカートシリーズなどではよくある広告方法だが、会一では同一チームのマシンは単一のカラーリングにしなければないというルールがあった。チームはスポンサーの権利を主張して国際自動車連盟を相手に訴訟を起こしたが最終的に使用を断念し、代案としてマシンの左右を異なるカラーリングに塗り分けるという奇抜な方法を取った。 車体左半分がラッキーストライクの赤、右半分が555の青、ノーズは銀色という配色で中央部にはファスナーが描かれた。2年目以降はラッキーストライクカラーに一本化されたが、バットが中国国内では555ブランドを展開していたため、中国グランプリ限定で555カラーのマシンが登場した。2004年は サードカーのみ青色にペイントして出走。BAR として最後のレースとなった2005年は2台のレースカーのカラースキームを555カラーにした。A トラディションオブエクセレンス1998年翌年からの参戦に先立ち、チームロゴマークが発表された際に添えられたフレーズ。新規発足するチームが伝統を名乗る意図は不明だったが、 このロゴマークは買収したティレルのマシンのノーズコーン先端にも付けられており、ティレルの歴史を継承するという意味が考えられる。しかし、ティレルの買収は3000件の確保が目的であり、ティレルの名で1998年を戦ったのは、コンコルド協定の手続きに関わる移行期間に過ぎない。ケンティレル以下スタッフは BAR への移行前にチームを去ることになり、 イ一関係者やファンから敬意を集めていた名門チームへの礼遇に対して反感を覚えるものも少なからずいた。なお、ハーベー・ポスル・スウェイト・ラモとティレルのエンジニアは、ホンダレーシング・ディベロップメントに移籍し、イ一準備用のテストカーホンダ RA-099 を開発した。しかし、ポスル・スウェイトの休止後、ホンダは計画を変更して、バートのジョイントを発表。HRD は、 イギリスの前線基地として、バーと働くことになった。ありがとうございます。